副助詞などの総整理です。副助詞は意味をプラスしたり、述語を修飾する役割を持っているんですよね。さあ、副助詞などですが、直前は種種の語です。様々な語にくっついて使われるんです。はい、見てください。体言、活用語の連用形や連体形、それから助詞、さらに引用文の後にもなどが使われます。 意味は3つです。す。演曲、引用とありますいずれにしても「など」と訳せるんですがじゃあ副助詞などは今の日本語の「など」と意味が同じだから勉強しなくてよいということにはならないですね。やはりね曖昧にせず一つ一つ例文で確認して進んでいただきたいと思いますよ。では1つ目の「例示です。何々などと訳しますが、 例を見てください。源氏物語、枕の草子などにことふりにたれど。品詞分解です。源氏物語、枕の草子などにことふりにたれど。源氏物語、枕の草子などに言いふるされてしまっているが。という訳になります。この例文、出典はつれずれ草です。 つれずれ草を描いたのはは吉田健康時代は鎌倉時代ですそう鎌倉時代を生きた吉田健康にとって平安時代の作品である「源氏物語枕草子」はまた古典だったわけです。その古典である「源氏物語枕草子」などに言い古されてしまっているがというふうにつれずれ草で書かれてあるんですよ。さあ でこの文中のなどは例字源氏物語枕の草子が例として挙げられているんですね次、演曲です何々なんか、何々などという風に訳します例を見てください夏は夜、雨など降るもお菓子聞いたことがありませんかはい、枕の草子です春は明けぼの。 という段をおそらく誰しもが耳にしたことがあると思います春の季節が終われば当然夏についても述べられています枕の草子を書いた聖小名言は夏は夜が素晴らしいと言っているんですねでは品詞分解ですよ夏は夜雨など降るもお菓子夏は夜夏は夜が素晴らしい 雨など降るもおかしい。雨などが降るのも趣深い。はい、雨が降るのが趣深いと言っているのではなく、雨などという風に婉曲の表現を入れていますね。はい、えー、今回のこの婉曲は限定を避けています。雨だけが降っているのが趣深いと言っているわけではなくて。 それをあえて限定しないことによって、柔らかくぼかした表現になっています。次引用です。何々などとと訳します。はい、このとが引用の格助詞であることは、皆さんよくご存知のはずです。早速例を見てみましょう。男たちの心慰めに殻歌に火を望めば都投資、など言う。 男たちの心慰めに、空唄に、日を望めば都通しなどを言う。はい。などが引用で使われている場合、その後ろとその直前の語に着目です。まず後ろを見ましょう。言うと書かれていますよ。そう。言うとか思うなどの言葉があれば引用です。 そして直前を見てください。直前にカギカッが置かれます。つまり、どんなセリフを言っているのか、セリフがそのままここに書かれているわけなんですよね。ということで、セリフのことを文法では引用文と言います。などが引用で使われる場合は、などの前引用文がそのまま置かれますよ。では、この例文、訳してみましょう。 男たちの、男たちが、心慰めに、気晴らしのために、空歌に、監視に、火を望めば都投資火を望めば都投資など言う、などという。はい、火を望めば都投資というのは監視の一節なので、そのまま現代語訳に使いました。 火、えー、を望めば都投資というのはね遠くにあると太陽はよく見えるのに自覚のはずの都はなかなか見ることができない遠くに思われるという意味なんですよねこのように副助詞などはそのまま現代語訳でなどとしてもいいパターンが多いですけれどもどのような意味で用いられているのか例字なのか婉曲なのか引用なのか これはね、その都度きちんと見極められるようにしたいですね。副助詞などの総整理。以上です。